ございます。今日の話は小さな人生論の語ですねそれの本の中から藤尾秀明さんの何のために人間学を学ぶのかという話です民末の授写旅信号にこういう言葉がある学問の溶結はただ八個の字にあり特性を寛容し気質を変化す 人が学ぶのは思いやりや誠実勤勉忍耐の心といった特性というものや死い育て悪い気質を良い気質に改めていくためだというのである私たちは人間性をなり自らの人格を高め深めていくために学ぶのだ人間学を学ぶ溶血はそこにあるシングはさらに言う我を滅ぼす者は我なり人自ら滅ぼさずんば誰かよくこれを滅ぼさん どういうい人生を送るか全ては自分にあるそして自分の在り方は幼児を含め自分を取り巻くあらゆるものによくも悪くも影響していくそのことを全ての成人は忘れてはならない我々は人間学を学ばなければいけない理由はこの世にいる間に少しでも自分を磨き心を高め人間性の向上を果たすためだあの世に行くまでの間自らの人間性を乗り人格を高め深めていく。 小林観さんは魂を磨くための砥石は3つあると言います。一つは家族と家庭結婚とは夫という名の砥石妻という名の砥石を手に入れたということなかなか思い通りにならない子供も砥石次は仕事どんな時にも起こらないイライラしないということを求められて魂は磨かれる最後に他のすべての人間関係交友関係日常生活のすべてが私を磨くための砥石なのだ。 自分を磨いてくれる砥石に感謝し生涯人間学を学び続けたい。じゃあ今日これ